7月6日、ブラックピンクの所属事務所 YG エンターテインメントによると、ブラックピンクは8月のカムバックに向けて、7月中にミュージックビデオの撮影を開始し、8月に新曲を発表する予定とのことです。ブラックピンクのカムバックは、約1年10ヶ月ぶりとなり、長い間しっかりと準備をしてきたブラックピンクは、彼女たちらしい音楽を見せてくれることでしょう。また、世界中のファンと楽しむために、K-POP ガールズグループ最大規模のワールドツアーを行う予定となっています。ブラックピンクのファーストアルバムは累計140万枚以上の売り上げを記録し、K-POP ガールズグループで初のミリオンセラーを達成しました。また、アメリカ、ビルボード200とイギリスのオフィシャルチャートでも2位を達成しました。その後も輝かしい活躍を見せ続け、世界中にブラックピンクのカムバックを楽しみにしているファンがたくさんいます。また、ブラックピンクのメンバーの一人、ジェニーは、アメリカのテレビ局である HBO の制作する年内公開予定のドラマにて、女優デビューすることが分かっています。7月18日、HBO の公式 YouTube にて、ザ・アイドル・オフィシャル・ティザー・ HBO というタイトルの動画がアップされました。これはジェニーが出演予定のドラマ、ザ・アイドルの公式予告映像です。YouTube にアップされて1日で約100万回再生されており、注目度が高いのが分かります。このドラマは、カナダ出身の歌手ザ・ウィークエンドが制作する作品となっていて、人気アイドルが活躍している様子が盛り込まれる予定であり、ジョニー・デップの娘、ビリー・ローズ・デップや、南アフリカ共和国出身の歌手トロイ・シバンなどが出演します。